米のつゆ3倍濃縮ね。これでもただただじゃんね。どっちもやってほしい。はい、始まりました。キマズクッキング。今日やる料理はね、じゃじゃーん、ヘビシーキュウリ。キュウリ買ってました。まあね、キュウリ買ってきたんですけど、まあもうそろそろ暖かくなってきたから、もうさっぱり系のやつをやろうと思います。で、これ3本入りだけど、まあとりあえず2本使おうかな。もう今日はもう超簡単、まあなんつうかタレか料理というか、まあまずこのキュウリを洗って、で、まああのこれさえ覚えとけばね、もうほんと楽ちんだよっていう単純すぎるやつやります。で、まあとりあえずこのヘタだけ取ってね、ヘタだけ取って、はい、そしたらこれをね、そうだね、これだと3等分ぐらいにしようかな。で、3等分ぐらいにして、で、今日はね、もう何やるかって最初言っとくけど、めんつゆ漬けですね。で、これをじゃあね、これをだいたいこの真ん中にこうして、このぐらいか、このぐらいがちょうどいいかなと思う。半分にしたやつをこう3等分にするぐらいの、このぐらいのこう口当たりもあって染みやすい味がで、食べやすい、こう箸でね、こうやってこうつまんで、なんでこういう状態で切ります。これを半分ぐらいで、これだとね、ちょうどこう、よいしょ、全部同じ大きさにこう切っていくね。よいしょ、はい、こんな感じで切りましたと。はい、そしたらね、もうね、今日は本当に簡単ですよ。100円ショップで買ってきたこのビニール袋ね。で、今日2本分大体ね、2本分入りました。はい、そしたら前と同じみ2目のつゆ3倍濃縮ね。で、これをね、これ2本分じゃないですか。だからね、大体ね、この3倍濃縮をストレートでさ、1杯2杯3杯、はい、で3倍濃縮をもうストレートで大さじ3杯、はい、それでごま油ね、大さじ1杯、3倍濃縮のめんつゆを、3杯にごま油を1杯。はい、これだけでーす。これでシャカシャカちょっとこう回して、はい、これこういう状態でこうやって空気をちょっと抜くようなイメージで、こうやってビニールでこうやって密封しちゃいます。もう超簡単です。こういう状態だともう全体にこのタレが行き渡るので、で、これで大体30分ぐらい置いときます。はい、もうやることこれだけでいいです。はーい、そしたらね、あと1本残ってるから、ついでにちょっともう1個のね、簡単なやり方、きゅうりやるね。よく洗って、で、今のね、めんつゆ漬けもう簡単なんだけど、こっちも簡単だから両方覚えてるのも絶対いいやつだから。で、こっちはね、どういう風にやるかって言ったら、こっちも簡単なんだけど、こういう感じでね、こう、まあなんていうかな、まあこう包丁かな、本部長でこうやってこう叩いちゃうね、こうやって。で、これ叩ききゅうりって言うんですけど、こうやってこう叩くことによって、こうなんていうのかな、こう繊維が適当に崩れるから味が入りやすいっていうのと、食感が楽しくなるんですよ。だからこういう感じでね、ある程度叩いたらこういう状態でね、で、これをこうちょっとこう、よいしょ、ボウルかなんかに入れて、ちょい塩しますね、いつも通りね。で、これでちょっとしばらく置いときます。まあそうだね、2、3分置いとけば全然平気。これでね、結構もう結構な塩が入る、これの状態で。ちょっと置いとく。もう薄くざっくりと違って、こう絞れないからあんまり。だからこの大きい部分もあるから、それを浸透させるために3分ぐらいかな。で、全然平気だから。はい、これでちょっと置いときます。はい。まあ3分ぐらい経ったね。そうするとね、これはもう自然と下味がついて、こう浸透圧でね、ちょっとこの水が出てます。で、このままこう絞れないから、この形状の場合はもうね、シンプルにざっと洗えばいいんですよ。軽くね、ここで塩味抜く意味合いじゃなくて、さっとこう水洗いして、で、ここでキッチンペーパーでさ、よいしょ。まあちょっとこの、これを水分をザザザッとこう拭き取りますと。で、これでね、もうなんかこうざっくりあっさりした塩味の浅漬けみたいな状態になってるから、このままでもまあ美味しいっちゃ美味しいんだけど、で、これまたあの綺麗なね、ボウルに移して、で、今度はこれにこれです、塩昆布。もうね、超シンプルなんだけど、まあこれが一番うまいんじゃないかなって思うくらいうまいです。で、これをじゃあこの2つまみぐらいかな、バンと入れて、はい、それに対してごま油ね、ごま油、まあ、大体でいいけど小さじ1杯分ぐらいかな、これだと。これでこう回して、
はい。それからこれにめちゃくちゃ合うのはごまね。ごまももうチラチラっとこう2つまみぐらい入れて、でほんの少しピリ辛入れたかったらこういう鷹の爪なんかもチラチラって入れても構いません。はい、これ入れすぎ注意ね。これでもうざっとザザーっとこう混ぜる。なんとこれだけですよ。これがこの塩昆布とごま油の相性で半端ない美味しいきゅうりね。だから3分ぐらいでできるからクイックメニューとしてもうこれを覚えておけばもういざって時にねすごくいいから。ほんで味見て、うん、これはこのままで、ちょっとおしゃれな普通にこういうふうにこう盛り付けて、よいしょ。でこの塩昆布のね、塩気がこの昆布自体のうまみがねダイレクトに塗るんですごく美味しいので、これで、ね、これだけでも美味しいけど、最後の最後にこのね鰹節バーンとこのけ、うわー美味しそう。もうこれで鰹昆布のうまみの入っためちゃくちゃ簡単な、たたききゅうりの完成です。はい、そしたらね、はい、なんやかんややってるうちに、はい、大体約30分ぐらいつきましたかね。まあこんな状態になってますね。まあきゅうりから水分出て結構ねいい感じ。じゃこれでちょっとね、はい、ちょっとまあこれでちょっと味見してみるね。うん、これもバッチリじゃもう本当にシンプルなんですけど、もうこれで30分ぐらい、もうちょっとつけてもいいけどね、つけたらこうやってこうお皿にこう盛り付けて、ほんとこれ単純すぎるほど単純だけど、まあ美味しいからね。でこう半分ぐらいか1本分ぐらい食べるか、こういう感じで、まああとはこの半分はまあ別に、これ結構だからその30分以上ってことだから、まあこのままつけとけばまあ1日2日大丈夫なんでね。でこれでここに、であとねこの味にまあまあいつも通りなんだけど、このめちゃめちゃこのマヨ一味が合うから、ね、こんな感じでね、例えばこうマヨ一味こうちょっとかわいい器にこう盛り付けてあげて、でここにこうかけて、でやっぱりこれにもねごまなんかすごく合うから、はい、こんな状態で、はい、完成しました。こんな感じで、こっちは、はい、超簡単、きゅうりのめんつゆ漬け完成です。ってことで、今日はね、まあ、きゅうりで2種類、もう超簡単な、おつまみ作りました。はい、こちらは、きゅうりの、塩昆布漬けね。で、こっちはめんつゆ漬け。はい、完成です。はい、めちゃめちゃ美味しそう。じゃあね、早速ね食べてみたいと思います。今日の感じこれだよ。2種類ね、こっちがめんつゆ漬け、こっちはね塩昆布漬け。もう超簡単なんだけど、両方どっちも美味しいから、どっちも特徴あるからね。よーし、じゃあ早速ねこれを食べる前に、はい、いつも通りチューハイタイム。皆さんお疲れ様でした。乾杯。あー美味しい、もう毎日楽しい。はははは、ってことで、じゃあ早速食べてみたいと思います。あ、先言っとくけど、今日チムちゃん出番なしです。チムちゃんちょっと声がちょっと喉おかしくなっちゃって今声出ないから、じゃあ早速言いますよ。これね、こっちはあのめんつゆの方ね、いきます。うん、これはもうめちゃめちゃ美味しい。すごいシンプルシャープなんだけど、まあもしこれをあれだったらこのでこのこれにはねマヨイチに合うから、うん、おいしい。これはね、本当に食卓にあったらもう本当最高ですよ。じゃあもう一個ね、こうやってね塩昆布叩いた食感でいただきます。うん、ものすごくいいね。この昆布のうまみも食感も乗ってるから味はすごい深いんだけど、なんかやっぱバランスいいね。で、カツオと昆布なんでうまみの要素がもうここにもうガッと、もううまみ爆弾だね。これはどっちも良さがあるね。この食感も違うし、うん、うん、これは好みではどっちも好きだな。一食卓に正直2つはいらないかな。だけどまあ今日はほら、まあきゅうり動画ってことで2種類ね、あの簡単なやつってことでやったけど、どっちか1つあれば十分じゃないかな。でちょっと待って、あとさ味変グッズはさ、これはどっちも言えることなんだけど、この梅このペーストなんかはどっちでも合う。これちょっとこう脇添えてあげて、この梅風味をちょっと混ぜるって、
すごく合う。あとはシンプルな考え方なんだけども、どっちもまあいいけど、こっちなんか特に合うかな。お酢だよ。お酢をこうジャーッとこう、そうするともうなおのことをこうさっぱり感が増して、こう酢のもの感覚で食べれる、こういう状態で。うん、お酢が好きな人は、まあ、お酢体にもいいですし、こういう食べ方もできる。まあなんで暑くなってくるとキュウリ結構出番が多くなってくると思うんですけど、まあこういうこのキュウリの簡単浅漬けの方法を知っておくと、あと一品欲しいなって時に重宝するので、まあどちらもね良さが あるので、まああのどっちもやってほしい、どっちがいいよっていうことにはならない、これはどっちも美味しいので、ぜひ皆さんやってみてください。ということで今日のこの簡単料理ね、まあ研磨寿司超簡単浅漬け2種はい、大成功です。皆さん簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。